福島城は青森県五所川原市庄内にあった日本の城である。平城。13個の北岸に面する標高。約20メートルの大地上にある。面積は約62万5000平方メートルである。外角とその中にある内角で構成される。外角は一辺が約1キロメートルの三角形をしており、ドルイと外堀が残っている。 内閣は一辺が約180メートルの四角形をしており、土イと外堀、内堀で外角から区切られている。外角の東側及び内角の東側に門があった。平安時代後期の10世紀後半に気づかれたと見られる。10世紀後半から11世紀までの弾きが上域から出土するが、これは北緯40度以北の東北地方北部が中央政権の影響下から離れて、 北海道で9世紀に始まった薩門文化圏に合流していた時期にあたる。同時代に東北地方北部から北海道を島半島南部にかけて住居軍を掘りで囲む防御性集落が盛んに作られていることから福島城は薩門文化人が何らかの軍事上の情勢に対応して築いた城であると考えられる。内閣は 室町時代前期の14世紀後半から15世紀前半に気づかれた可能性が高い。福島城から南西3キロメートルの位置にある13、港が最も栄えた時期にあたる。13港新城記に記された、安倍忠式が昭和年間に気づいたとする新城を福島城に当てる見解がある。ただし、2005年から2009年に行われた。 青森県の発掘調査で登場席の内閣南東部より中世の武家屋敷が発見されており安藤氏の居城であった可能性が高まっている五所川原駅または津軽鉄道津軽中里駅から広南バス小泊線小泊行に乗車愛内南口バス停で下車徒歩6分国道339号沿い 東北大学附属図書館秋武資料データベース13港新城木美小説がある中世13港御所川原市ありがとうございます